ちょっといいか。どないしたんや。ニアから真剣な話があるなんて珍しいじゃないか。亀吉のことなんだけど。亀吉の？いや、亀吉はワイらのアイドルや。ニアが欲しい言うても譲ったれへんで。せやね。頭を撫でるくらいならさせてあげてもええやろうけど。はいはい、その様子じゃ全然気づいてないみたいだな。実はさ、亀吉が毎晩私の布団の中に入ってくるんだよ。なんやて。寝ている間に押しつぶさないか心配で心配で熟睡できないんだよな。仮にも二人にとってはアイドルなんだわ。怪我させると怒られると思ってさ。だから最近寝不足気味なんだ。そりゃうちの亀吉が迷惑かけて悪かったな。王子、どうしてちゃんと亀吉のこと見張ってないん？ハッハッハ、ベッドに入ったら一瞬で爆睡やからな。なんか対策せなあかんね。うちの布団で寝るとか。せやな、夜はそれがええかもしれんな。昔はうちのベッドで寝てたんやし、きっと大丈夫や。なったら安心か。サイカ、よろしくな。任せといて。そういやさっき、昔はサイカと寝てたって言ってたけど、亀吉っていつからいるんだ？うちと王子の付き合いよりは短いけど、結構長いよな。へえ、それにしては全然大きくならないんだな。もし亀吉が白虎くらいの大きさになったら、亀ちゃんはどうするの？自分しょうもない想像するな。うっさい。さすがに手のひらには乗せられへんよな。だろ、そうなっても一緒に旅すんのかなって思ってさ。逆にワイが亀吉に乗って移動するってのはどうや。ニアと白虎みたいに。そうや、かっこええやろ。いや、かっこよくないし、それに多分歩くのめっちゃ遅いから。せやろな。せやな、亀吉はいつまでも小さいままでいきや。